そがれてる。この風景、俺は知っているような気がする。ティファです。よろしくお願いします。ティファ、あんたがガイド？マコールはニブル山の中に作られていた。ニブル山の寒々とした空気、変わってなかったな。すごい橋の形してんな。あんな登れなくね。橋が。まあ、でしょうね。これは魔鋼の泉。自然の脅威というやつだな。マテリアだ。魔鋼エネルギーが凝縮されるとマテリアができる。着いたわ。ずいぶん遠回りしちゃったけどね。ティファはここで待っていてくれ。激翼プンプン丸。ジェノバ。なんだろう。ロックは開かないのか。ピンとこい、そこで。ジェノバって書いてあるんだから。うわ、怖っ。お前たち普通のソルジャーは魔鋼を浴びた人間だ。しかしこいつらはなんだ。お前たちとは比べ物にならないほど高密度な魔鋼に浸されている。これがモンスター。そうだ、モンスターを生み出したのは死んだカンパニーの北条だ。まさか俺はこうして生み出されたのか。子供の頃から俺は感じていた。俺は他の奴らとは違う。俺は特別な存在なんだと思っていた。しかしそれはこんな意味じゃない。あ、やばい、来るぞ。トラウマシーン来るぞ。ああ、怖い。ああ、生まれたての小鹿となんかよくわかんないけど、気持ち悪い。生まれたての馬がなんか走れない状態みたいなやつを、なんか化け物でね、作り出したみたいな。俺は人間なのか。セフィロスが何を言っていたのか、その時の俺にはわからなかった。俺は何よりもシンナーカンパニーがモンスターを作っていたということにショックを受けた。なるほどね。死んだめ、ますます許せねえぜ。あの魔鉱炉にはそんな秘密があったのね。ここ数年来のモンスターの増加にはそういった理由があったのか。ここからのクラウドの話はじっくりと聞く必要があるな。そうではないか、バレット。なんで俺に話を振るんだ。セーブして一息入れよう。確かにそうかもな。高校らで一息入れることにするか。トレーマセーブしまーす。ねえティファ、あなたはずっと外で待っていたの？ええ。俺たちはニブルヘイムへと戻った。セフィロスは宿屋にこもり、誰とも言葉を交わそうとしない。そして、いなくなったのよね。セフィロスが見つかったのは、ニブルヘイムで一番大きな建物。それがさっきの屋敷か。村の人たちは死んだ屋敷と呼んでいたわ。私たちが生まれた頃にはもう空き家になっていて。昔、その屋敷には死んだカンパニーの人間が使っていた。はーん。おう。この兵士は無事なんだね。しっかりとこの兵士は。てかもう一人の兵士本当に死んじゃったのじゃ悲しいな。いいやつだったのに。名前ないけど。ここは俺に任せてくれ的なやつ。なんか変な音。なんもなさそうだね。ただ、あれだよね、なんか本とか手帳みたいなとかあったらさ、それを見たいじゃん。だからちょっと一応念のためくまなく探しておこうか。はい、特に何もなかったです。あ、兵士。セフィロスさんの姿が見えないんだ。確かにこの部屋に入っていたのを見たんだけど。あれ？お前、さっき外にいなかった。どういうこと？もう一人の兵士見つかったってこと？びっくりした。そこあったんだ。上かと思った。じゃあ下に行こうか。なんか紫色だね。なんか、腐ってそう。いろいろと。こことかは入れない。なんか入れそうなんだけどな。奥になんかあるし。でも確かあそこってさ、隠しキャラがいたような気がするんだよな。ただ多分今は、過去回想編だから多分入れないんだと思う。2000年前の地層から見つかった仮死状態の生物。その生物をガスト博士はジェノバと命名した。X 年 X 月 X 日。ジェノバは古代種と確認。X 年 X 口 AKTTPP。ジェノバプロジェクト承認。マコーロ1号機使用許可。ガスト博士って誰？食べ物食べれそうなファーストフード店っぽい名前だけど、ファーストフード店違うな。ファミリーレストランっぽい名前。俺の母の名はジェノバ。ジェノバプロジェクト。これは偶然なのか。ガスト博士。どうして何も教えてくれなかったんだ。どうして死んだ。いや、悩んじゃってるよ。うつになっちゃってるよ。でも本とかも調べられない。なんだこれ。なんか緑色の液体光ってるけど。液体なのか、それとも、あれ光照明。一人にしてくれ。特に何もなさそうだね。ありそうだけどね。ありそうだけどないよね、多分。じゃあもういっか。おそらく何探してもあれだし、一人にしてくれって言ってんだ。まあ一人にしよう。それ以来、セフィロスは死んだ屋敷にこもりっきりになった。あらららら。なんか絶望してる。まるで何かに取り憑かれたように、書物を漁り、地下室の明かりが決して消えることはなかった。あ、出た。不穏な曲。この曲は、みんなが絶望したあの曲じゃないか。セフィロスのメイン BGM といっても過言ではない。今日この日ついにセフィロスが悪役となってしまう。セフィロスさんの様子が変なんだ。お前、意外とあれなんだな。セフィロスの様子見に行ったりしてんだな。いいやつだな。あれいない。あ、セフィロス、どうした。あ、いた。誰だ。裏切り者め。裏切り者？何もしてないんすけど。何も知らぬ裏切り者よ。教えてやろう。何も知らないならそう、裏切り者じゃなくね。この星はもともとセトラのものだった。セトラは旅する民族。旅をして星を開き、そしてまた旅。辛く厳しい旅の果てに、約束の地を知り、地上の幸福を見つける。だが、旅を嫌う者たちが現れた。その者たちは旅をすることをやめ、家を持ち、安楽な生活を選んだ。セトラと星が生み出したものを奪い、何も返そうとしない。それがお前たちの先祖だ。セフィロス。昔この星を災害が襲った。お前たちの祖先は逃げ回り、隠れたおかげで生き延びた。星の危機はセトラの犠牲で回避されたが、その後でのうのうと数を増やしたのがお前たちだ。セトラはこうしてレポートの中に残るだけの種族となってしまった。まあ確かにそれはまあ怒る気持ちわからんでもないけども、それがあんたとどういう関係があるんだ。わからないか？わかります。まあ、こんだけ話してんだから、まあ、あんたがセトラの子孫なんでしょうね。2000年前の地層から発見され、ジェノバと名付けられた古代種。そしてジェノバプロジェクト。ジェノバプロジェクトとは、古代種。つまりセトラの能力を持った人間を作り出すことだ。あ、別に、セトラの子孫ってわけではないの？作り出されたのは俺だ。作り出された？そう。ジェノバプロジェクトの責任者、天才的科学者ガスト博士が俺を作り出した。そんなことどうやって？セフィロス？邪魔するな。俺は母に会いに行く。ついに、が来てしまった。とうとう。でもこの曲好き。本当にこの曲に関しては、タークスの曲とこの曲がめっちゃ好き。あれ？兵士いない。まさか死んだ。いや、あの兵士いいやつだからだな。生きてほしいけど。あらまあ。おお、あんたか。あんたは正気なんだろうな。そういうのはこっちに来て、手伝ってくれ。カメラマンの人。兵士！今、兵士の方が今一番悲しいんだけど。お母さん。俺はこっちの家を見てくる。あんたはそっちの家を。あー、それで死んじゃったわけよね。てか、ザンガン、あんたあれか、ティファの師匠。俺、死んじゃうの？悲しいこと言うなって、あ、兵士！セフィロス。ああ。ひどい。セフィロス。ひどすぎる。ああー、死んでるー。あ、こっちみんな。あ、そっち向いちゃった。おい、そんな炎の中行って。てか、どうやって炎出したの？お前どうやって炎出したの？どういうシステム？ガソリン巻いて火つけたの？そんな今の一瞬で？ん？ああ、ここ来たの？ああ、なるほど。お母さんに会いに来たと。さあ、ああ、あの時の。じゃあ、ティファパパじゃやられちゃったの？もう。死んじゃったの？悲しい。まだご挨拶してないのに、結婚しますのでよろしくお願いしますっていう挨拶まだしてないのに、パパ、セフィロスね。セフィロスがやったのね。セフィロス、ソルジャー、マコーロ、シンラ、全部来期だい。でもあの時さ、頭痛くなるまでこのシーン覚えてなかったんかな、じゃあ。パパー。あ。セフィロスなんで刀置いてったんだ。母さん、会いに来たよ。この扉を開けておくれ。よくもパパを、よくも、村のみんなを。なんで話しちゃうの、そこで。バレるって。アホ。あ、刀も取り返されちゃうし、もう何をやってんねん。ティファー。死んでないんだろうけども、今生きてるから。あー。ティファー。ピンチの時には来てくれるって、約束したのに。ティファー、いるよ、今、ちゃんと。いや、レベルの差がありすぎだ、セフィロスとは。クラウド、もうちょいレベル上げ、その辺のモンスターでしよう。あ、でも、あそこら辺もドラゴンいんのか。じゃ、無理だわ。レベル上げするやつもいないし、負け格だわ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。俺、いいこと考えたんだよ。約束の地へ行こう。セフィロス、俺の家族を、俺の故郷を、よくもやってくれたな。母さん、また奴らが来たよ。母さんは優れた能力と知識、そして魔法でこの星の支配者となるはずだったけど、あいつらが、何の取り柄もないあいつらが、母さんたちからこの星を奪ったんだよね。でももう悲しまないで。おー、スッと抜けた。おっ。ジェノバー。何笑とんねん、ジェノバー。ちょっと口ね、口角上がってたけど。しかも顎長いな。俺の悲しみをどうしてくれる？家族、友達、故郷を奪われた俺の悲しみは、あんたの悲しみと同じだ。俺の悲しみ、何を悲しむ。俺は選ばれし者、この星の支配者として選ばれし存在だ。この星を愚かなお前たちからセトラの手に取り戻すために生を受けた。何を悲しめというのだ。セフィロス、信頼していたのに。いや、お前はもう俺の知っているセフィロスじゃない。